さて今回は科学で分かった正しい健康法を要約していきます。この本のコンセプトは一言で言うとあらゆる健康法を科学的に検証することでございます。巷ではいろんな健康法が溢れていてどれが正しくて正しくないのかよくわからないのが現状ですよね。例えばですよ、脂質は体に悪いといった認識が昔は広がっていたんですが、今では脂質は体に良いということが科学的に判明しています。悪いと言われていたものが実は体に良かったということは結構あるんですね。だからこそ本書のように様々な健康法を科学的に正しいのか正しくないのかをきちんと検証することが必要になってくるわけです。では本日のお品書きは次の通りです。1限で本当に健康に良いもの、2限で本当は健康に悪いものを見ていきましょう。ではまず1限でございます。本当は健康に良いものとして1、遺伝子組み換え食品、2、脂質、3、チョコレートがございます。まず遺伝子組み換え食品からいきましょう。さて皆さん、この本では遺伝子組み換え食品は体に悪いどころかむしろ体にいいんじゃないのと主張しているわけなんですよ。めちゃくちゃ面白いですよね。これは世間の意見と完全に反対でございます。遺伝子組み換え作物と聞くと僕らは体に悪いんじゃないかとか危険なんじゃないのと思いますよね。しかし様々な研究が行われた結果、遺伝子組み換え作物には遺伝子が組み換えられていない作物と同様に健康上のリスク増加が認められないという結論が出てしまったんですね。遺伝子組み換え作物が人間の健康や環境にとって本来危険なものであるという考えを大半の科学者は支持していないのが現状なんですよ。実際に WHO 世界保健機関と米国医師会はどちらも遺伝子組み換え作物を公式に承認しているんです。これらは世界的に権威のある機関ですから本当に害のあるものだったら承認しないでしょう。それどころか遺伝子組み換え作物は農薬を減らせるというメリットを挙げることもできるんです。例えばある生産者がある種の昆虫に抵抗力を持つように操作された遺伝子組み換えの種を利用するとしましょうよ。こうした新しい種は昆虫に食べられずに進むため撒く農薬の量を減らせるわけです。つまり環境にも人にも優しくすることができるんです。カリフォルニア大学のアリソン教授は遺伝子組み換え作物反対派の人々の意見にはエビデンスがないんだと主張するんですね。遺伝子組み換え作物と遺伝子組み換えでない作物の間に違いがないことを数百もの論文が証明しています。データというエビデンスがあるんですよ。いや本当に私はびっくりしましたね。私も遺伝子組み換え作物はなんとなく体に悪いというイメージがあったので、まさにコペルニクス的展開でございました。そして一番面白かったデータが、家畜って遺伝子組み換え作物をめちゃくちゃ与えられているんですよ。そして何世代にもわたって与えられているわけなんですが、その家畜のデータを集めてみると、別に遺伝子組み換え作物を与えられて育ったとしても死亡率に全く差が見られないという結論が出たんですよ。これはやばいことですよね。遺伝子組み換え作物って僕らにすごい悪い影響があるんじゃないかと言われているわけなんです。しかし人間の中では遺伝子組み換え作物を食べる人と食べない人がいるから、遺伝子組み換え作物の影響を測るのはなかなか難しいわけなんですよね。しかしすでに何世代にもわたって1000億以上の家畜は遺伝子組み換え作物ばっかり与えられて育ってきたわけですよ。そいつらを調べてもなんと死亡率に差がないと、このデータは非常に強力だなと感じました。遺伝子組み換え作物は特に害がないんだという意見にね、私も傾きましたよ。とは言ってもデータが感情を打ち負かせるかというと、これがなかなか難しいんですね。食べ物のことになると人はつい感情的になってしまいます。だから遺伝子組み換え反対派の人々をデータで反論するのは難しいんです。なんだか体に悪い気がする、テレビで悪いと聞いたという感情で彼らは動いているわけですから。しかしこれを聞いている皆さんはちゃんとデータで事実を見つめてほしい。感情ではなく理性で自分の食べるものや自分の行動を決めていただきたいのです。では次2つ目、脂質に参りましょう。皆さん、脂質は体に悪いし、脂質を食べると太ると思っていませんか？でもそれらは間違っているんです。脂質は体にいいし、そもそも脂質を食べても太らないんです。これはね、二流の医者が言ってるんじゃなくてハーバード大学公衆衛生大学院の見解なんですよ。その見解を引用しましょう。そろそろ低脂肪神話に終止符を打つ頃合いだ。これまで数十年間、脂質の少ない食生活を送れば減量できるし、心臓病や生活習慣病を予防したりコントロールしたりできると我々はうるさく勧められてきた。食品会社は食品を加工し、低脂肪や無脂肪の製品を作るために塩分、糖分、精製された穀物をどっさり投入して風味や舌触りが悪くならないようにしてきた。ところがこうして国を挙げて低脂肪の食生活を送ってきたにもかかわらず、僕たちは一向に減量に成功していないし、健康が増進されたわけでもない。
何やらね難しそうなことを言っているんですが、要するにですよ、脂質が体に悪いとか脂質が太るといった過去のデータを厳密に再び調査し直したところ、それらは間違っていて、本当は脂質は体に良いし食べても太らないということが現代では常識となっているということでございます。脂質をいっぱい食べたグループと脂質を減らしたグループでは、なんと脂質をいっぱい食べたグループの方が体重が減っていたというデータも本書では紹介されていたんです。ぜひぜひ皆さん、脂質に対する認識を改めてください。よし、わかったと、脂質をいっぱい取ればいいんだな、ちょっと待ってください。脂質の中にもいいものと悪いものがあります。それに関しては以前の超一流の食事術という本の中で詳しく解説しているので、脂質に関してもっと極めたい方はそちらもご覧ください。では3番目、チョコレートについて。さて皆さん、チョコレートは体に悪い食べ物という印象を持っていませんか？実は健康に良い側面を持つ食べ物の筆頭なんですよ。例えば次のようなデータが紹介されています。日々の食事にダークチョコレートを一かけら足すと、血液の流れが 14% から 23% 改善される、血圧が下がる、脳卒中のリスクを減らす、長生きする可能性がある。よしよしと、これを聞いてね、じゃあチョコレートを買ってきて食べようと思ったそこの皆さん、ちょっと待ってください。絶対に覚えておいてほしいのは、チョコレートが体にいいんじゃないです。ダークチョコレートが体にいいんです。なぜなら体に良い物質はカカオの中に存在するからです。カカオの成分が少ないチョコレートは砂糖の量が多くなっているので、これは体に悪いんです。ぜひぜひチョコレートを食べるならダークチョコレートを選択してください。では一元をまとめましょう。本当に体にいい食べ物、1遺伝子組み換え食品、2脂質、3チョコレート。では次2元の本当は健康に悪いものに行きましょう。2つ紹介いたします。1ダイエットソーダ、2フルーツジュース。まずダイエットソーダについてですが、皆さん太りたくないからといってコンビニでカロリーゼロと謳われているダイエットソーダとかダイエットコーラを飲んでいませんか？できればその行動はね、今すぐやめていただきたいんです。ダイエットソーダやダイエットコーラは極めて体に悪いです。なぜなら体が糖質を対処するプロセスを変えてしまう場合があるからです。難しいことを言いました。少し説明します。僕らは甘いものを食べると体がその味を信号として受け取り、エネルギーと糖質がこれから入ってくるぜと認識するんです。そして受け入れる準備を整えてホルモンを分泌し、その糖質を使おうとするわけです。ところがですね、ダイエットソーダは飲むと体が騙されてこの作用が起きないんですよ。ダイエットソーダって甘いけれどカロリーがゼロですよね。なぜかというと人工甘味料というものが使われているからです。この人工甘味料を食べると体は甘い味を知覚したのに、その後に入ってくるはずの糖質やエネルギーが来ないとびっくりしちゃうわけですよ。すると体はですよ、甘いものを食べた後に代謝を上げる反応をしなくなるんです。すると本物の砂糖を食べた後もこれから糖質やエネルギーが入ってくると体が予想しなくなって、代謝を上げる準備を整えなくなってしまうんですよ。これはですよ、例えるならばダイエットコーラは狼が来たと嘘をつくイソップ物語の少年のようなものでございますよ。これから糖分が入ってくるから準備しなさいと人工甘味料はあなたの体に警告します。ところが何も起こらない。糖質も入ってこない。その次もその次も警告だけは発せられるけど糖質は入ってこない。そしてついに本物の狼である砂糖が入ってきても、体はいやいやもはや嘘でしょと言って反応することができず、代謝が混乱するというわけなんですよ。これもめちゃくちゃ面白い考え方ですよね。僕らの体って驚くほど適応力を持っているので、甘いけれど砂糖が入ってこないという状況が来たら別にその砂糖を処理する準備をしなくていいじゃんというふうに変わるわけですね。そうなったら本物の砂糖が入ってきてもそれをうまく処理する能力を落としているわけだから、いつもよりも太るわけですよ。だからカロリーゼロで人工甘味料が入っているダイエットソーダを飲むのはやめてください。じゃあ普通のソーダを飲めばいいですか？それも負けず劣らず砂糖がたっぷり入っているので体に悪いです。つまり結論として、ダイエットソーダもソーダもやめてください。ご愁傷様でした。ではラスト、フルーツジュースについて。皆さんこれも驚きじゃないですか？フルーツジュースって単なる糖質たっぷりの飲み物でめちゃくちゃ体に悪いんですよ。誤解しないでいただきたいのは、フルーツが体に悪いと言ってるわけじゃないんですよ。フルーツに含まれている食物繊維を取り去ってジュースにしてしまうと体に悪いんです。フルーツには糖質以外にも食物繊維を中心としていろいろなものが含まれているわけですが、売られているジュースというのはこの大事な食物繊維が取り去られているものが多いんですね。だからほとんど糖質なわけですよ。フルーツジュースを大量に摂取すると糖尿病にかかるリスクが高くなるという研究もございます。フルーツジュースが体にいいという常識は捨ててください。実はフルーツジュースというのは
ソーダやコーラよりも体に悪いんじゃないのということができるんです。なぜならば体にいいだろうと思って飲みすぎてしまうからでございます。このフルーツジュースが体に悪いというのはサブチャンネルの加糖中毒という本の解説で詳しく解説しているので、興味のある方はそちらもご覧ください。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私たちのやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録どうぞどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。